トヨタカローラトヨタカローラレビンカローラレビンはトヨタ自動車がかつて生産販売していた 1600cc クラスの小型クーペでカローラセダンをベースとしていたスプリンタートレーノと車外はもちろん内外装部品のほとんどを共用する姉妹車である無類のラリー好きであった久保チリスケがセリカの 2TG エンジンをカローラに積みたいといったことから開発がスタートした 1972年3月に登場。カローラ・レビンはカローラ・クーペの SL や SR よりスポーティなホットモデルとして登場した。当時は普通のカローラにもクーペモデルが存在したためボディタイプでの区別ではなく高性能バージョンとしての位置づけであった。カローラ・クーペとは FRP 製オーバーフェンダーの有無で区別できる。エンジンは上位車種ではあるが成り立ちは カローラ派生のセリカ1六百 g t から移植された 2TG 型一六リットル d o h c エンジンが搭載された。正確に言えば、レギュラーガソリン仕様の 2T、クレーン型とアリナマリハイオクガソリン仕様の 2T、G 型が設定されていた。九百七十三年四月のマイナーチェンジの際に追加されたレビン J にはツインキャブの 2TB 型一六リットルオフエンジン及び、 そのレギュラーガソリン仕様にあたる 2TBR 型1.6リットルオフエンジンがそれぞれ搭載されていた。J はジュニアの頭文字でアルファロメオジュリアなどに習ったもの。スプリンタートレーノにも同様のモデルが設定された。1974年4月、レヴィンとして初めてのフルモデルチェンジ。この時期、カローラ・レヴィンは T37 型、スプリンタトレノは で47型を名乗ることになる。レビンはトレノとは異なり、2ドアハードトップボディが与えられ、外観的にはトレノとは全くの別物となった。車両重量が約 50kg 増加し、で27型のような強いスポーツ性は失われた。また、キャブレター仕様である 2TG、2T グレーン型エンジンが昭和50年排出ガス規制をクリアすることができず、 やむなく生産中止が決定された。その年の11月にトレノと共に製造打ち切りとなり、わずか256台の製造という短命に終わった。販売台数が少ない特性上、いわゆる旧車としてレストアされている例はごく稀である。二代目レビンのみフルモデルチェンジに相当する形で、1977年1月にトレノと共に復活した。 マイナーチェンジ時に、カローラにクーペシリーズが、スプリンターにはハードトップが追加されたこともあり、仙台同様にトレノとボディを共用することで、コストダウンを行い、別ボディ採用を取りやめた。排気ガス規制は、キャブレター方式から、電子制御燃料噴射と酸化触媒を使うことで、2TG 型エンジンを、昭和51年排出ガス規制に適合させることに、成功し、 同エンジンの生産が再度可能になった。この後期型よりレビンは、手51型、スプリンタートレノは、で61型の形式を採用した。追加モデルのカローラリフトバックと共通ボギィでもある。1978年4月、三元触媒等にセンサーにより昭和53年排出ガス規制をクリア。この時期より形式がレビンは、手55型に、 スプリンタートレノは、D65 型に変更された。外観上の違いは、ほとんど変わらない。3代目1979年3月に、フルモデルチェンジ。2ティーゲウ型エンジンが搭載されたカローラのボディは、ノッチバックの2ドアハードトップ、2種類の3、ドアハッチバックおよび4ドアセダンの4タイプ。このうち、デビンの名が冠されたのは3ドアハッチバックのニティーゲウ、型搭載モデルのみで、 4ドアセダンと2ドアハードトップ、リフトバックの 2T ゲウ型搭載モデルは、単に GT と名付けられた。1981年8月のマイナーチェンジで、後期型に。燃焼室が多球公式に改められ、スーパーハードサスペンションと LSD を装着、スチールバンパーや、その他装備の見直しで車重を軽くした、モータースポーツベース車両のレビン S と脱着式。 サンルーフ、ミシュラン製タイヤを装備した、レビン APEX が追加されている。前期型3ドア、前期型2ドア1983年5月、フルモデルチェンジ。E80 軽カローラ及びスプリンターのセダン、ハッチバックはこの時代に FF レイアウトに移行したが、カローラスプリンターの全シリーズを FF に移行するには、様々な問題があったことから、 カローラレビンスプリンタートレノの車題は、先代手71型のものを流用し、FR のままとなっている。ボディタイプは2ドア、3ドアの2種。また、このモデルから、搭載エンジンに関係なく、すべてのカローラクーペと3ドアハッチバックの車名が、カローラレビンに統一された。カローラレビンとして、最後の FR であり、86の愛称で親しまれている。 このモデルから 2T ゲウ型に変わり、4A ゲウ型1 6ル d o h c 1 6バルブエンジンが搭載された。4A ゲウ型は 3AU 型 1.5L サイチェ C エンジンをベースに4バルブ DOHC 化したもので 130PS であった。上級グレードの GTA PEX には、レビン発のパワーステアリングやパワーウィンドウ e c t s 四足、 AT 仕様も追加された。1983年、84年前期、中期 GTA-PEX には、エアロダイナミックグリルを装備し、水温を感知し、グリルが開閉するようになっていた。1985年後期は、GTA-PEX には、フォグランプ内蔵フロントグリルを装備した。北米では、カローラスポーツとして販売されていたが、 ヘッドライトがスプリンタートレノに似たリトラクタブルヘッドライトだった。また AE86 型には北米仕様のみ4 AC 型1.6リットルサイチェシー8バルブエンジンを搭載した廉価モデルも存在していた。ツーリングカーレースでも活躍しスポーツランドスゴでのグループ A 車両による全日本ツーリングカー選手権のデビュー戦で優勝している。 AE86 型の廉価版モデルで、通称は85。AE70 型より、キャリーオーバーした 3AU 型 1500cc、サイチェシーエンジン搭載モデルである。ボディタイプは3ドアクーペが SR、2ドアクーペは SE ライム GL のグレードがあり、すべてのグレードで AT が選択できた。また、マイナーチェンジ後の SR は、 スポーツパッケージを選択することで、ツートンカラーやスポイラーをオプション装着することができた。AE86 型と異なり、激しいスポーツ走行をするドライバーが少なかったことから、ボディの状態が良い車両が多かったため、エンジンを 4A ゲへ換乾燥するなどを行い AE86 型相当の性能を持たせた、いわゆる AE85 改め86の ベース車としても利用されることがある。1987年5月、フルモデルチェンジ。このモデルから FF 化され、ボディタイプも3ドアクーペを廃止し、2ドアに一本化された。当時ヒットしていた同社のソアラのデザインを取り入れたため、ミニソアラとも称された。ソアラは高くて買えないが、レビンなら買えるという若者たちの間で、大ヒットとなり、折からのバブル景気の影響、そして、 S13 シルビアや BA4.5 プレリュードなどとともに、デートカーとして、歴代モデル中最も販売台数の多いモデルとなった。FF 化も販売面では高を奏し、レビンとしては未曾有の販売台数を記録した。しかし、台数の多さゆえに、早期から値崩れを起こし、さらに1990年代後半になると、Z20 系ソアラ、 A70K スープラの中古車市場での値安化も追い打ちをかけ、また、1998年末から1999年初頭にかけて発生した伝言ダイヤル事件にて犯人が所有していた車両として、前期型の GTZ が新聞などにて報道された影響からか、下取りに入った車両は、同系のカローラセダン及びカローラ FX 同様、多くの個体が並行輸出。 またはそのまま廃車解体されることとなった。そのため、最後の FR である A86、e、の人気、個体数と比べ、残存する個体も少なく、時を経ても帰り見られることが少ない、このモデルの存在は、まさに、バブルそのものとも言える。通称、92。登場時の 4AGE 型は 120BS。89年5月のマイナーチェンジで大幅に、 改良が加えられ、ハイオークガソリン指定となり、同エンジンは 140PS となった。GTAPEX には、クラス初となる電子制御サスペンションテムズが、前期後期ともに、標準装備だった。また、このモデルからスーパーチャージャーを装備した 4A グス型、エンジン搭載の GTZ が登場。4A グス型は、前期型で 145PS。 後期型でこちらもハイオークガソリン指定となり 165PS を発生した。これは当時の B16A の 160PS を上回る数値で1.6リットルクラスの最高出力を誇っていた。両半グレードである AE91 型には 5A、買い方1.5リットルハイメカツインカム 85PS エンジンが搭載された。 EFI 装着の 5AFE 型は 94PS。後期型に追加された 5AFE 型は 105PS まで高められた。1993-1995トヨタ、カローラレビン GT a p e x 1991年6月、フルモデルチェンジ。通称、トイチもしくは、101。バブル期に開発されたモデルゆえに、ボディは大きく重くなり、 コンパクトスポーツモデルとしての魅力を削ぐ結果となった。4AG 型エンジンは VVT を9機側カムシャフトに装備し、1気筒あたり5バルブとし20バルブ化された。また、このクラスの市販車では珍しく、純正で4電スロットルを装備し、出力は 160PS7400rpm となった。ただし、スーパーチャージャー付きの 4A グス型は、 これまで、道理16バルブのままだが、細部の見直しを行っている。先代の ZS に相当するグレードが SJ として、設定された。エンジンは 4AFE 型である。スーパーストラットサスペンションが、GTA PEX、GTZ に設定された。なお、GTZ には、ビスカス LSD が、標準装備されている。 またスーパーストラットサスペンションを装備していない GTA PEX には電子制御サスペンションのテムズがオプション設定された。廉価グレードの S に搭載された後 AFE 型は 105PS6000rpm に達する。1995年6月フルモデルチェンジ。故障はピンゾロゾロ目1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 スポーツグレードには通称、クロヘッドと呼ばれる 4AGE 型エンジンを搭載する。エンジン制御方式は、エアフローメーターを使用する、L ジェトロから AE92 型以来の D ジェトロ方式に戻り、4連スロットル系の拡大、燃焼室の形状の変更などの改良により、出力は 165PS に向上した。プラットフォームは変更されず、スーパーストラットサスペンションも、 先代より引き継がれたが、ボディは前モデルに比べ最大 70kg、軽量化され、走りのパフォーマンスは向上した。しかし、バブル崩壊後の時期に設計された影響からか、初期モデルでは前モデルより、車内の内装が見劣りすることが不評で、後期モデルでは内装が主に改良された。このモデルからスーパーチャージャー付きのグレードは廃止され、 グレード構成もそれまでの GT 系に変わり、新たに BG 系と呼ばれるようになった。これまでの GTA PEX に変わる装備を充実したグレードは BGG となり、装備を抑え走行性能を重視したグレードは BGV となる。スーパーストラットサスペンションは BGV に標準、BGG にオプションとなっている。スーパーストラットサスペンションを装備する MT 車には、 195、55R15 タイヤと体型ブレーキ、日本の FF 車では初となるヘリカル LSD が標準装備となる。このか、ハイメカツインカムを搭載するベーシックグレードでは 4AFE 型1.6リットルエンジンを搭載するモデルは XZ、5AFE 型1.5リットルエンジンを搭載するモデルは FZ となった。 後期型 BGR1995 年12月、FZ をベースとした特別使用車会、Z リミテッドが設定された。運転席、エアバッグ、専用ステアリングホイール、ストップランプ付けリアスポイラー、UV カットドアガラスが特別装備され、専用ボディカラーであるライトマリンブルーマイカメタリックが設定された。1996年5月、一部改良が行われた。 全車にこれまでメーカーオプションだった運転席エアバッグ ABS が標準装備された。1996年12月 FZ と XZ をベースとした特別仕様社会 Z リミテッド XZ リミテッドを設定。助手席エアバッグ、ストップランプ付けリアスポイラー電動格納式リモコンカラードドアミラーワイヤレスドアロックリモートコントロールが 特別装備された。1997年4月のマイナーチェンジでは、BG 系に自社開発6速 MT が採用され、衝突安全ボディボアの採用により、ボディ剛性が向上し、重量はやや重くなった。また、グレード名称が一部変更され、BGG にスーパーストラットサスペンションが装着されたものが BGR。それまでの BGV は、 BGRV 仕様と解消された。1998年4月一部改良が行われた。BGR にプライバシーガラスが標準装備となり、全車に助手席、シートベルト締め忘れ、警告灯が標準装備となった。また、ボディカラーが一部変更された。その後、折からのクーペを含むスペシャルティカーの販売不振のため、2000年8月で カローラシリーズの9代目へのモデルチェンジを機に、姉妹車のトレノを含むスプリンターシリーズと共に、販売終了となり、モデル消滅となった。これにより、レビントレノは、国内では28年の歴史に終止符を打った。車種体系が整理、統合され、結果的に7代目セリカが販売上の代替車種となった。1973年カナダの手27型。 ラリーカー1985年の AE86 型のイタックマシン1991年オーストラリアラリー選手権の AE86 型ラリーカー初代の手27型が登場するとセダン型のカローラを使用していたモータースポーツ参加者はレビンへ移行しツーリングカーレースでも上位を占めるほどの活躍をした特に世界ラリー選手権ではトヨタがワークス支援する アンダーソンモータースポーツが、それまでのセリカに代わって採用。1975年の1コラリーで、ハンヌミッコラのドライビングにより、トヨタワークス発の WRC 総合優勝を飾った。また、日本国内ラリーでも活躍し、エントラントのほとんどが、手27型レビンで占められることもあった。なお1973年のアメリカで、トヨタ車優勝を飾った。 ウォルターボイスのカローラは、レビンではなく、カローラクーペ 1600SR である。手37型は大きく重くなったボディが不評で、引き続き手27型を使用するユーザーも数多く、ラリーサーキットともに目立った戦績は残していない。また手71型にモデルチェンジしてからはラリーに、使われることは少なくなり、ボディ剛性に優れるセダン GT やニドアハードトップの GT が、 よく使用されていたが、サーキットでは、空力的に優れていたためツーリングカーレースに参加し、高成績を収めていた。また、テ71型では 18RG 型エンジンのターボ仕様を乗せた、スーパーシルエット仕様が、トムスの手によって製作され参加していたが、ハンドリングに優れるも、パワーでは、日産スーパーシルエット軍団の前には、歯が立たない状態だったが、 バランスに優れた車体を生かして、好成績を残している。AE86 型においては、開発当初からモータースポーツ参加を念頭において開発されたという、経緯がある上に、七71型からのキャリーオーバー部品が多数存在していたため、発売後に数週間でラリーへ実戦参加する車両があるなど、積極的な競技参加が目立った。また、 N1 規定で行われるカローラ、スプリンター、ノーマルカップや N2 規定で行われるカローラ、スプリンターグランドカップなどのワンメイクレースが開催されるようになったのも、この代からで以降も続けられるが、C、SGC は車両製作費が高騰したため1985年までの2年だけで終了した。また、AE86 型は欧州でも人気を集め、 イタックにも多数が参戦し、1983年のスパフラン・コルシャン24時間レースではクラス優勝を挙げている。1986年、1987年にはイギリスツーリングカー選手権のドライバーズチャンピオンにも輝いた。グループ A 車両によるヨーロッパツーリングカー選手権にも当初から参戦しており、日本で1985年から開催された。 JTC の初戦で優勝を飾ることができたのも ETC に参加していたことにより車両製作のノウハウが生かされたからである。各国内サーキットで開催されるアマチュアレースでも幅広く愛用されてきた。ホモロゲーションは1996年に切れているが、2010年代に突入した現在でも岡山チャレンジカップや富士チャンピオートレース等で多数が活躍していると、 長く愛されているケウなモデルである。FF 化された AE92 型にモデルチェンジしてからは JTC でシビック勢との争いが激化し、マイレースごとに互角の戦いを繰り広げていたもののシビックがマイナーチェンジでビテックエンジンを搭載してからはパワーの面で大きく水を開けられ苦戦が続いた。AE92 型で追加されたスーパーチャージャー仕様は レギュレーションにより一つ上のクラスに編入されるため、逆に不利になり、レースでは使用されなかったが、国内ラリーでは軽量かつハイパワーな面が注目され、長く使用された。AE-101 型にモデルチェンジされると、4AG 型エンジンが20バルブ仕様に進化し、パワーでは、ビテックと当たり合えたものの、今度はタイヤに泣かされることになる。またレース使用者にもスーパーストラットサスペンションを、 採用したことにより、足回りの熟成にも手間取ることとなってしまった。結局、JTC では、終盤、シビック優勢のままシリーズが終了してしまい、今一つな結果で終わった。その後、全日本 GT 選手権2000年シリーズ第4戦に、3SGTE 型エンジンを搭載した車両が参戦した。AE111 型では、日本国内ラリーにおいて全日本から、 アマチュアレベルまで幅広く使用されてきたが、近年は出場クラスの排気量制限が上方に引き上げられたために、1.6リットルクラスではパワー的に若干不利な点は否めない。レースでは N1 耐久への参加が目立った程度で、C、SNC も AE111 型デビューから2年ほどで終了してしまった。不景気による競技人口の減少と、 スポーツカー離れが顕著になってきた時世もあり、最後は寂しい幕引きとなった。レビンの名称がカローラの姉妹車として残っている中国では、2019年から E210 リットル型のレビンが CTCC に参戦している。レビンとは英語で稲妻や電光の意味。これはもともと豊田英治が英語ばかりじゃ面白くないと高とわしを考えてきたが、 商標などの問題で没になった結果、代わりに登場したものであった。佐々木紫ローインタビュー AB、昭和55年写真生活 P84、トヨタカローラ1600レビン、w r c 参戦マシンのベース車特集 GAZOO.com2018 年2月14日 CG 増刊ザ86カローラの哲学 CTCC 第3戦新型。 キア系 32.0t が最後尾から逆転勝利。トヨタも初の3位表彰ダイアズウェブ2019年6月26日、佐々木紫ローインタビュー旧式ながら、レイズエンジンに編入された実際には、グリルやバンパーの形状が異なり、トレノとはかなり印象が異なる。ヘッドライトの高さが北米の保安基準より低かったため、 240SX の場合も同じくリトラクタブルかで対応している。スカイラインシルビアブルーバードの3車種下級機付き、エンジン搭載車は、エンジン排気量が1.7倍に換算され、2.7リットルとして扱われる。グループ A では、量産車両で設定されているタイヤサイズからの拡大幅が制限されていた。ありがとうございます。